ノボクズネツク市電は、ロシア連邦の都市、ノボクズネツク市内を走る路面電車である。ノボクズネツク市電は、都市名がスターリンスクであった時代の1933年11月30日に開通したシベリア地方発の路面電車である。建設は、同年7月から4ヶ月間という急ピッチで、実施され、開業時には、無意車両製造工場製の二軸車が導入された。 翌1934年以降は第二次世界大戦勃発まで積極的な路線規模の拡張が実施された一方、1939年からはスター・リンスク氏が運営する公営路線に改められた。終戦後、1940年代後半はモスクワ市電からの譲渡車による輸送力増強が行われ、1950年からは再度路線の拡張が開始された。 1960年代前半は一部路線の廃止や路線変更が実施されたものの、その後は1980年代まで、のぼくずねつく市電の路線網は拡大を続けた。それに合わせて1969年、1972年に車庫の増設が行われたほか、車両についても1960年代以降は、チェコスロバキア製の路面電車車両やソ連製の車両など、 大型ボギー車の心臓が実施された。ソビエト連邦の崩壊以降は、他都市と同様、経済の混乱やモータリーゼーションの進展、トロリーバス網の拡張により、市電の路線網の縮小が相次いでおり、2019年にもメタルルゴフ方面の区間が廃止されている。その一方、車両面については調停省電車の導入を、はじめとした近代化が、 積極的に図られている。2020年現在、のボクずネツク市電は以下の市営企業による運営が行われている。2010年代にはこれらの企業の一体化が計画されたものの経済効果が見込めないことから実現していない。2020年現在、のボクずネツク市電では以下の系統が運行している。路線網は15線とそれ以外の系統の2つに分断されており、 それぞれ独立した運用が組まれている。KTM-8M2020 年現在、ノボクズネつく市電で営業運転に使用されている車両形式は以下の通りである。これらに加えて2017年に押新に機市電から保存運転用として RVZ-6M2 が一両上とされており、2019年現在修復作業が行われている。 のぼくずねつく市電では、車両の近代化を目的に超低小電車の導入を計画しており、2019年にウスチカタフスキー、車両製造工場との間に、合計9両の新型車両の製造に関する契約が結ばれた。そのうち7両は、ボギー車の71から623から04、2両は、2車体連接車の71から142で、 翌2020年から順次営業運転に導入されることになっている。ありがとうございます。